4月30日、花畑の様子です。花だいぶ摘み取ったので寂しくなりましたが、取っておきます。4列目、白房咲き水仙、まだ咲いてます。香りが結構いい香りしてます。アップスター、綺麗に咲いてます。満開です。ダイナスティーです。色が濃くなってきました。前ちょっと下の方白かったんですけど、だいぶピンクが多くなってきました。これって色濃くなるんですね。今日は特に濃く感じます。満開です。上ピンクダイヤモンド咲いてます。紫チューリップ満開です。7列目、オスダキチューリップ満開です。こちらもっと遅咲きのクリーム色チューリップ、これからです。あとはブラッシングレディ、満開です。ホワイトスワン盛んに咲いてきました。細長い
シュッとした感じの花ですね。ソルベット咲いてきました。白に赤い筋入り。次、ビューティートレンド。このくらい赤ピンクが多くなってきました。あとはブラックヒーロー、ちょっとほころんできました。と上ユリ咲き、こちらミニ竹のチューリップ、白がくっきりしてきました。白と赤のコントラスト、いいですね。八重咲き10列目。摘んだところもありますが、満開を迎えています。八重咲きは上から覗いた方がいいかな。ピンクの花も綺麗ですね、これ。アンジェリケがそれに類するものかな。八重咲きは綺麗なんですけど、球根が持たない。翌年に少なくなってしまいます。難しいです、八重咲きの球根。この黄色い大きいやつだけは丈夫ですね。増えるというか毎年出てきます。次、11列目黄色い遅咲き咲いてくれてます。これも私の好きな花で、ハッピーアップスターです。満開です。とっても淡い色合いで綺麗です。ハッピーアップスター、2シーズン目のものです。アンジェリケ、と黄色と赤の筋入りとか、だんだん暖かくなって花の傷みが早くなってきました。黄色、遅咲きですね、この黄色は。
これも5、6シーズン目のものになります。13列目綺麗に咲いてます。アフロディーテ、とても綺麗な赤とピンクの混じったような色合いです。鮮やかです。ショッキングピンクより濃いな。たくさん一房から咲いてます。こんな風にパーロットキング、綺麗な色で大きいです。花、あとはWU 咲いてます。あとは上の方、赤と黄色の花摘んじゃいました。残り遅く咲いたの残ってます。14列目、アネモネ、綺麗に咲いてます。16列目タヒチ咲いてます。新入りチューリップ、ブレスト咲いてきました。フリンジ咲き、八重フリンジ咲き、色合いがちょっとシックな感じ。次、派手なフリンジ咲きのバルバトス、満開です。最後24列目ここも花、黄色と赤とピンク摘んじゃいました。ちょっと寂しくなりましたが、まだ半分弱くらいは咲いてます。
以上です。